ウェットサーです。入江です。今回は竹虎さんで第6回鹿児島ラーメン王決定戦で出すはずだったこちらのラーメンを食べてきました。最後までお楽しみください。指宿駅から徒歩5分くらいのところにあります竹虎さんにお邪魔してます。今回は第6回鹿児島ラーメン王決定戦中止に伴い大会用ラーメンファイナル開門だけとご飯もののみの提供になりますので、ファイナル開門だけと竹川オーナーご厚意により厚木丼をいただきます。開店2時間前から長蛇の列、席に着いた途端ラーメンが着丼しました。さあいただきますということでスープからいただきます。いやー、やっぱ竹虎さんのスープうまいですね。濃厚で角のない丸みを帯びたようなまろやかでマイルド、コクのあるうまいスープ。豚骨と鶏ガラのベースは奥行きを深く感じれるスープです。さすが第5回鹿児島ラーメン王決定戦ディフェンディングチャンピオンの風格漂ううまいスープです。そんなスープからリフトアップしてできた麺は中細のストレート麺でした。いや、こちらの麺もやっぱうまいです。もっちりしていてコシがあり、スープとの相性がとてもいいんですよね。麺にスープがまとわりつき、しっかりスープを持ち上げて口まで運んでくれます。そして麺と一緒に黒豚しゃぶしゃぶもいただけば、麺のもっちり感と肉のうまみがとてもいいバランスです。さあ次に竹川オーナーご厚意でいただきましたこちらの厚姫丼をいただきます。薄切り豚肉とマヨネーズとご飯の相性とバランスがとてもよく、わっせうまい丼です。次回また竹虎さんに来た時にはこの厚姫丼また頼みたくなる一品です。そして次に指宿山川さんの本枯節を入れていきます。鰹節のいい香りがしてきます。スープの中に鰹節をしっかりなじませ、そのスープを飲んでみれば、濃厚なスープに本枯節の香りがスープ全体に広がり、さらに最初にトッピングされた味噌で味付けされた黒豚ミンチの旨味がスープに広がります。そして麺をすすれば本枯節が麺にもしっかり絡みつき、本枯節のいい香りが口から鼻に抜けてくるのがよくわかります。さあ次に黒豚チャーシューをいただけば、肉質感と脂身のバランスがとてもよく、肉本来の旨味のあるうまいチャーシュー、そしてこちらの味玉も半熟具合がちょうどいいうまい味玉でした。てなわけでラーメンのスープは残し、こちらの厚姫丼をかき込んで食べたならば、わっぜうまかったので一気に完食です。さあラーメンの後は竹虎さん名物の締め玉、赤唐辛子をチョイス。シャカシャカとスープの中に入れて、スープと一緒にレンゲとすくって食べたならば、サクサク食感が面白く最後まで楽しんでいただけます。そんな竹虎さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンもよろしくお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。さあ本日も完食です。ラーメン王を愛する人たちのために、竹川オーナーが感謝の気持ちを持って心を込めて作ったうまい一杯。大会の記録はなかったですが、記憶に残る一杯でした。わっぜうまかったです。ごちそうさまでした。竹虎さんよりご協賛いただきました。替え玉無料クーポンを配信します。鹿児島ラーメンナビテレビ公式 LINE アットのお友達登録をよろしくお願いします。
クーポン配信は3月8日に予定してますので、それまでに LINE アットのお友達登録の方よろしくお願いします。このクーポンに関してはチャンネル登録有無は関係ありませんので、ぜひぜひお友達登録の方よろしくお願いします。今度の6回大会は休止が入るということで、一応最後の大会になりますので、皆さんがラーメンを決定戦をずっと覚えててくれるような、記憶に残るような、皆さんがびっくりするようなラーメンを感謝の気持ちを込めてしっかりと準備して持っていきたいと思っています。